はい、ともチャンネルです。最近私 iPad mini 6、これを使ってですね、日々の生活がさらに充実しています。このね、小さいながらもパワフルなデバイスは私のさまざまな活動をサポートしてくれています。今回は私の iPad mini 6の普段の使い方についてお話ししたいと思います。普段使っているのはですね、iPad mini 6の、動画編集アプリはね、ルマフュージョンを使っています。大体ね、もう iPad を手軽に使えて、もうすごいね、便利なんですよね。ちょっとした出先でも使えますし、旅行なんかにも行った時にもね、 iPad mini あれば、動画の編集がしっかりとできるということで、本当にね、カバンも小さくなって使いやすくなっています。もちろん使いやすいというのはちょっと語弊があるかもしれません。画面の小さい、iPad mini 6なので、使いやすいかどうかっていうのは、慣れっていうのもあるんですけども、画面が大きい方が確かにね、使いやすいのは使いやすいだけど、慣れてしまえば iPad mini 6の画面の大きさでも十分動画編集はできると思っております。なのでね、クリエイティビティをね、発揮することがもう十分できますので、クオリティなんかもね、徐々に上がってくればいいんじゃないかと思っています。次にですね、アイディア出し用のメモとして、メモを使っております。これはね、サードパーティー製の、ペンシルを使ってます。だけど使い勝手はね、私絵を描くわけではないので、筆圧が必要だっていうことはほとんどないです。なのでね、サードパーティー製のペンシルでも十分使っていけると思っています。本当にね、パッと思いついたことをね、さささっと書く分には、十分な性能もありますし、わざわざね、高いアップルペンシル、1万円以上出して買おうかなとも思わないですけども、サードパーティー製ならね、私の買ったやつ2000円弱だったかな、2000円ちょっとだったかな、それぐらいで買えますので、本当にね、コストパフォーマンス的に考えてもとても、優れています。で、性能がね、悪いかといえばそうではなくて、使い勝手的にはそんなに変わらない。で、ノートを取るだけだったら、十分その用途をね、果たしてくれてますので、私としては満足しております。あと大体やっぱり YouTube の動画なんかも、視聴、そして料理のね、クックパッドなんかを、ブラウザなんかで見ることもありますし、要は情報収集ですね。いろんなサイトを普通に見ることもできます。で、 YouTube なんか本当に流しっぱなしで、本当に聞いているながら作業をね、している、そんな感じでも使って、それで不便は全くございません。で、バッテリー1日持つかって言われると、持ちます。フルにね、使ってしまうと、動画編集から何からフルに使ってしまうと、1日バッテリー持つか持たないかギリギリなところですが、動画編集の後に一旦ちょっとだけ充電しておけば、丸1日十分持ってくれるバッテリーはあります。YouTube を見るとかね、そういった軽い作業であれば、本当に、作業をしている合間にずっと見ていても、そこまでね、バッテリー気にしなくても1日持つんじゃないかと思います。あと Kindle なんかでね、読書をするっていうことも最近、この iPad mini 6でやっています。以前はね、 10インチクラスの、タブレットの方で、Kindle の方を見ていたんですけども、こと漫画に関してはサイズ的には文庫本サイズよりちょっと大きいので、特にね、見にくいということもなく、普通に見ることができています。ただ 8.3 インチの、ディスプレイですと、雑誌のサイズはさすがに見開きでは見れません。片側の表示にしたもうちょっとだけやっぱり小さいので、私もね、そんなに目が良くないので、ちょっと見づらいところはあります。ただ本当に見たいものであれば、拡大してでも見れますので、見れないことはない。ただ漫画と違ってわざわざ拡大しなきゃいけないっていうこともあって、雑誌を見ることはほとんどないですけど、見れなくもない。なのでね、漫画を見ることは、しょっちゅうしてますけども、雑誌まで見るっていうことは
していません。だけども Kindle の方はね、普通に見ることはできますので、さすがにこれもね、長く使っていると重宝してくる、アプリかなと思っております。とまあ普段の使い方はねこんな感じです。でそれ以上使おうと思っても、まあ、私の場合は、まあ、用途がねほぼそれで完結してしまうので、まあ、それ以上使うことはないかなということもあるんですが、まあこと動画編集に関して足りないものがあったら iPad mini のカメラで撮る、写真を撮る、そういうことも保管できますので、本当ね動画編集にはすごい助かってますね。わざわざカメラを持ち出して撮って、そのデータをデバイスに流し込むっていうことをしなくて済むっていう、そのひと手間がないので、本当 iPad mini 6 の、まあ、カメラあとマイク、まあ、それなりにいいものを使ってるみたいなので、本当にね素材として取り込んだ時に、まあ、そこまで違和感なく素材の中にね埋もれてくれるみたいな感じで馴染んでくれるんでね、まあ、特にね本当に動画編集に関して言えば便利の一言でございます。という感じでね、私は普段使っているんですけども、まあ、本当に毎日持ち歩くデバイスとしては、私の場合は最強だと思っております。ということでこの辺で終了です。ではまた。